東北の震災の津波の遺構を残している太郎観光ホテルです。津波が来る前はこういう感じだったんですけど、すごい高さまで来てるね。3回もちょっとやられてるうん、3階もやられてるから、1階と2階の高さが少し高いもん。レストランかなんかあったのかな。太郎観光ホテル。昔の写真とかがあったよ。津波の防波堤をすごい高さまで作ってます。今工事中ですけど、この手前の何もないところが多分家があったんだと思うんですけど、全部流されたんだと思います。はい、宮古市の太郎地区です。この湾のところに壁を作ってます。すごい高い壁です。ちょっと坂を登ってきたとこなんですけど、この坂の上のこの高さまで津波よけの壁がありますね。さんはそれにしても防波堤が、はい、岩手県の、太郎地区、宮古市の太郎地区にあります三王岩展望台に来ました。この太郎地区というところも津波の時にかなり被害があったエリアみたいです。ちょっと木があって分かりにくいんですけど、この湾の向こうにすごい高い擁壁を作ってます。そして太郎岩というのは、三王岩というのはこの三本岩が立ってて、三本岩が海から突き出てるこれです。真ん中が50メートルと書いてあります。真ん中のでかい岩が50メートルニョキッと出てます。風光明媚なとこです。
昔は山続いてたんじゃない？多分それが削られただけじゃないの？おそらく。さあ、海これだけだと物足りないんだ。